はようございます。おはようございますでは確実にないけども、今マシンやでね、いつもなら閉めてる扉を開けて、これいつも閉めてるんよね。なんか怖い思いさせるやん、気になるやん。ここどうする、なんかふーっと通ってきたら、 iPhone で撮ってるからさ、内カメやから見えるやん。これどうする、どうする、手でできたらここからめっちゃ怖いやん。ということで、なんか若干怖くなってきてはない、まだない、怪談話をね読んでいこう。ちゃんと怖いのがいいね。どうするこれ、ちょっと俺がさチラッて動いたら、人の顔を追ったら怖い音流そうか。はい、読んでくも、読んでくも。閉めたはずの鍵が。26歳女性。私のお店はちょっとうるさいな。防犯対策でドアに鍵が2つついています。ある日の朝出勤すると鍵が1つ開いていました。店長に昨日の夜お店に来ましたと聞くと、来てないよとの返事が、私の閉め忘れかなと不思議に思っていました。そして次の日、いつも以上に閉め忘れがないかを確認してお店を出た私、しかし途中でふと鍵のことが気になり、もう一度お店に戻ってみることにしました。するとちゃんと閉めたはずの鍵が1つ開いているのです。店内に入っても誰もおらず、変わった様子はありませんでした。その出来事を店長に相談し、さらに防犯を強化するため監視カメラを設置。その翌日も鍵が一つ開いていたので、早速監視カメラの映像をチェックしました。するとそこには誰もいないのに鍵だけが勝手に開く瞬間が映っていたのです。なやこれ、洗濯ミスだ。当時の私は定年退職後の有り余る時間をどう過ごすかに苦心していました。約40年間がむしゃらに働いてきた私には、これといって趣味もなく、かといっては何か新しい趣味を持とうという気にもなれず、退屈な時間だけがただゆるゆると過ぎていく、そんな毎日でした。このままいつまでも無駄な時間を過ごしているわけにはいかない。走るのは苦手だが、ウォーキングくらいならできるだろうか。考えるばかりで何一つ実践することがないままだったある日、何気なく新聞に入っていた求人広告に目をやると、こんな一文が目に留まりました。定年退職後の臨時収入に、部屋暗くする、うわ怖っ。これなんとも魅力的な提案ではありませんか。ただ歩くだけでは一銭にもなりませんし、きっとすぐに飽きてしまうでしょう。しかしポスティングなら、これはれっきとした仕事です。嫌になっても途中で投げ出すこともできません。しかも健康に、退職後にまるで抜け殻のようになっていた私は、長い、長え。左上から501号室、502号室、順番にポスティングしていくと、401号室のポストだけまるでチラシを入れることを拒否するかのようにぐにゃっと押し返すような傾向があったのです。時々長期間不在にしている家のポストには、郵便物がぎっしりと詰まっていて、やべえ、ちょっと怖い。チラシが入りにくい場合があります。でもそのポストの感触は、それとは違う何か妙な手応えというか、違和感がありました。ポスティング歴わずか数日の私が言うのもおこがましいですが、この仕事はスピードが命です。ポストに入らなければすぐに諦めて次へ移るのが当然の流れなのですが、私はなぜかその時感じた違和感の原因を探ってみたくなったのです。あまり褒められた行為ではないことは承知の上で、私は指先でポストを押し上げて中を覗いてみました。すると真っ暗な闇の中で2つの目が私を覗いて睨みつけたのです。振り向きざまに私を睨んだその目はゆっくりと瞬きをしたので、断じて先に入っていたチラシのデザインなどではないと確信しました。その目はかなり化粧の濃い女性の目で、バスのバーのママさんのような印象で、今でも脳裏に焼き付いています。私は生まれて初めて仕事を途中で投げ出し、残りのチラシを持ったまま慌てて家に帰りました。今でも月に数日ポスティングの仕事を続けていますが、そのことがあって以来、その団地のジェット強盗を避け、投函の際少しの抵抗があるポストは飛ばすことにしています。ちょっと待って、怖いわ。久々やわこの感覚、怖い。この話自体は全く怖くないんやけど、暗闇と音楽でこんなに怖くなるんやっていうね。うわおもろ、眠くなってきた、寝るわ、おやすみ